諦めるのは簡単。ふざけるな。諦めるのが簡単なわけねえだろうが。違う、俺のせいじゃ。俺が何もしないで、何にも考えないで、バッサリ全部切り捨てて、あっさりと何もかも投げ捨てて、それで諦めてるんだって、お前はそう思うのか。もう悩んだんだ、考えたんだ、苦しんだんだ。だからスバル君は自分のことしか知らない。諦めたんだ。レムが見ているスバル君のことを、スバル君がどれだけ知っているんですか。どうすれば。下を向くなよ、夏希スバル。瞳が曇れば魂が陰る。それは未来を閉ざし、生きる意味を見失うということだ。うわ、死に戻りしてたんだ。何度も死にやり直して、俺は死に戻りを。顔を上げ、前を向け、手を伸ばせ。夏希スバル君、なぜ君はまだどうかしていない。友達の前でカッコつけるのなんかやめちまえよ、夏希スバル。怠惰だね、スバル。どうしてスバルはそんなに私を助けてくれようとするのか。君が俺を助けてくれたからだ。俺が必ずお前を救ってみせる。なんで覚えてねえんだろ。痛い。どうしてみんなで呼んでたなんて俺も置いていくんだよ。俺が何したっつんだよ。俺に何しろってんだよ。何がいけないんだよ。お前はどうしてそんなに俺を憎むんだよ。俺だけが気づいてる俺の弱さを父さんやお母さんに叩きつけて欲しかった。俺がどうしようもなく小さくて足りないバカで独りよがりなクズなんだって二人に叩きつけられて諦めさせて欲しかった。大事なのは最初でも途中でもなくって、ここから始めましょう。一から。最後なんだから。いいえ、ゼロから。誰かの手を借りたらいいじゃないですか。例えば友達とか。期待してるぜ息子。お前の惚れた男が最高にかっこいいヒーローになるんだってところ。レムの英雄は世界一です。